はようございます。11月20日火曜日、時刻は朝6時半です。いよいよ日本へ帰国する日の朝となってしまいました。今日は11時の飛行機に乗って帰らないといけないので、7時半にホテルを出発して8時にレンタカーを返却して8時半ぐらいに空港に入る予定です。そしてチェックインが済んだら空港で最後の朝食を食べて帰国という、そんな感じです。10回目のハワイ旅行を終えて思ったことなんですけども、改めてハワイはいいところだなって思いました。絶対また来ます。本当に楽しかった。ありがとうハワイ。チェックアウト。Good morning. Check out, please. 125. Receipt or email? ください。はい、thank you. See you next time. お世話になったホテルともお別れ。コンパクトカーにこれだけの荷物乗るのかな ？OK. thank you. あとは問題は閉まるから。OK。 はい、おはようございます。おはようございます。時刻は今ちょうど7時半です。今チェックアウトを済ましてレンタカーに乗りました。そして今日はですね、帰国の日ということでこれから空港へ向かいます。早かったね。本当に早かったね。あっという間の5日間、あ、6日間でした。あ、また来るぞ。泣かないって言ったのに。結局泣くだよね。今回ね、荷物の量が増えちゃったんで、カメラさん後ろちょっと映せますか。で、荷物いっぱいです。予定では空港まで約30分ぐらいで着くかなと思います。ワイキキビーチ沿いもいいけど、アラワイ運河沿いの景色も素敵。マッカリー通り入ってきます。かっこいいな。これなんだっけ、フォードのトランジットだったかな。日本で出しても売れそうな。街を走る車を見るのも車好きには楽しいのでしょうね。ちょうど今ラジオで交通情報を言ってるっぽく聞こえるんだけど、まあ僕には何を言ってるか分かりません。 H1 ウエスト乗れそうです。今 H1 ウエスト乗りました。渋滞中ですが、一応動いてることは動いてるので大丈夫かな。本当に30分で着くのかな。今時刻は7時47分、あと13分で着くんでしょうか。通勤ラッシュはハワイも同じですね。ところどころ混んでるんですけど、まあおおむねこんな感じで流れております。じゃあ、あのホテルのお兄ちゃんの情報は正しかったんかな。でも日本ほど混まないみたい。空港への分岐が出てまいりました。レンタカーを二密ハイウェイ沿いの事業所に返さないといけないんで、1階18番の出口を降ります。そうするとここが昨日行った囲いストリートのあたりですね。サインボード屋さん、はい、お、これ本当に30分で着くわ。お兄ちゃんさすが。はい、ニミッツハイウェイに入りました。今7時54分なんで、もうここまで来れば多分本当に8時に着きそうですね。
31,597 マイルでした。今回の走行距離およそ545キロでした。レンタカーを返すと、これから帰国するという実感が一気に込み上げてきて、ちょっぴりブルーな気持ちと無事に旅行を終えることができたという安堵感が頭の中に混在して、なんだか複雑な気分になります。KE002 という飛行機に乗るんですけども、8時10分から10時10分まで、多分これ受付時刻のことだと思います。ちょうど受付が始まったばかりでしたので、混雑する前に早めにチェックインすることにしました。おはようございます。3人ですか？はい、 OK。 7番に行って、9番に行って、9番、はい、はい。搭乗時間ゲート席。はい。マスクは一旦右です。ありがとう。ありがとうございます。無事チェックインが終了しました。はい、ダニエル K 井上空港到着しました。僕たちが乗っていくのは11時10分発成田、これだと思います。 KE02 です。 KE2 11時10分発、一番左の下から3番目です。では今から出国手続きをして朝食にしたいと思います。今ボディチェックが終わりまして、これから朝ごはん食べてきましょうか。はい、じゃあ行ってきます。去年も来ました、フードコートにやってまいりました。バーガーキングとチャウメンエクスプレス、カリフォルニアピザキッチン、3店舗あります。 あとこっちにもピンクベリーってお店があります。バーベキューチキンサラダ、これうまそうね。バーベキューチキン、ちょっと他も見てくる。朝食を買っていきました。奥さんはカリフォルニアピザキッチンのサンドイッチ、そしてアルカモさんと僕はバーガーキングです。早い時間に来てしまったんで、モーニングメニューしかなくて、ワッパーがなかったです。これは、モーニングメニューのナンバーワンのメニューを頼みました。名前は忘れました。クロワッサン、はい、クロワッサンウィッチって書いてあるね。去年調子に乗ってでかいの食って、後で胃がもたれたんで、このぐらいでちょうどいいのかなとは思います。宴会の締めはラーメンですけど、ハワイ旅行の締めはバーガーキングです。肉が結構ピリッとしてます。辛口、うまい。帰りの空港でここに寄って何か食べてから帰る人結構多いのでは？皆さんはどうですか？フードコートを出たらフラショーをやってまして、ちょっと見てました。この島は島全部がテーマパークみたいで、本当に楽しいです。そしてこれからね、搭乗ゲートの C の6番をちょっと確認だけしてきます。いつもここから飛行機を見るのもちょっと楽しみだったりします。
んか C の窓口ちょっと遠そうなので窓口近くの方までこれから移動します。時刻はそろそろ午前10時になろうとしてます。搭乗時間が10時40分なのであと40分ぐらいしたら飛行機に乗り込みます。木のぬくもりを感じる案内所と ATM、 カラフルな案内表示のディスプレイ、オープンエアな通路とハワイアンなものが売っているお店、ヤシの木の向こうに見えるハワイアンエアラインの飛行機。この風景がハワイ旅行の記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。ハワイを飛び立つ前にこれらの風景をじっくりと目に焼き付けていました。コリアンエアが飛び立つ C ゲートは結構端っこの方なんですね。割と歩きます。はい、Cの6番搭乗口、400、500メートルは歩いたかと思います。結構歩きました。飛行機に乗りました。これから日本に向かって帰ります。さよならハワイ、また来るからね。Okay.
最終回、最後までご覧いただきありがとうございました。この後ご挨拶とお知らせがありますので、そのままご覧ください。アルファセンスコンプリートチャンネルの道夫です。いつも僕の好きなハワイをご覧いただきまして本当にありがとうございます。そしてね、最終回もご覧いただきましてありがとうございました。僕の好きなハワイ2018年版なんですけども、昨年の12月にスタートしました。今が7月なので、約8ヶ月の間、長いシリーズとなりましたけども、いつも楽しみに見ていただきまして本当にありがとうございます。そしてですね、今日は皆さんに一つお知らせがあります。なんと僕派は2019年版の制作が決定いたしました。ありがとうございます。頑張ります。去年が、5泊7日だったんですけども、今年はもう1泊増やしまして6泊8日、ということで8日間行かせていただこうかと思います。もちろん今回もね、オアフ島に限定して、そしてローカルエリアを車で走り回るというスタイルは変えずに行こうかと思います。でまだまだね、僕行ってみたいオアフ島のスポットがたくさんあるんですよ。ですのでね、これからね、どこを回っていこうか予定を立てていくんですけども、多分ぎゅうぎゅう詰めのスケジュールになるんじゃないかと思います。これで僕派は2018年版は終了となりますけども、でまたこれからね、2019年版も始まっていくと思いますので、どうぞ皆さん楽しみに待っていてください。では Thank you for watching. マハロアフイホーム。ハワイトリップ2018、ご視聴いただきありがとうございました。初めてナレーション務めさせていただき、とっても緊張して最初はガチガチだったんですけど、2回目の収録はとっても楽しくて、また機会があったらやらせていただきたいなと思います。ありがとうございました。皆さん改めまして、こんにちは。僕の好きなハワイ、今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回ナレーションを担当しました山本ひろみです。今回もハワイの魅力をたくさんお伝えしましたが、皆さんに届きましたでしょうか。2019年度版も楽しみに待っててください。それではアーフイホー。それから先日頭を丸坊主にしてしまいまして、ちょっとなんか恥ずかしいので今日は帽子をかぶらせていただきます。よろしくお願いします。ハワイトリップ2018、ありがとうございました。ごめんなさい、ご視聴いただきっていうのはすごい、はい、もう一回いいですか。はい、いいよ。皆さん改めましてこんにちは。ハワイトリップ2018、僕の好きなハワイ、僕ハワシリーズもう一回お願いします。皆さん改めましてこんにちは。ダメだ NG シーンばっかりいっぱい撮れちゃうね。